フィッシャー投影式で表した D、クルコース・フィッシャー投影式は、不正炭素についての絶対立体配置を表現するために使われる構造式である。1891年にエミール・フィッシャーが、糖類の立体配座を表現するために初めて使用した。フィッシャー投影式は、以下のようにして構築される。注目している、不正炭素の4つの地換係の結合が前後左右に、 向くように分子模型を置く。この時、左右方向へ出ている結合は上向きに、前後方向へ出ている結合は下向きに出るようにする。この形で下に向かって投影した分子の形がフィッシャー投影式となる。はじめに分子を置く方向により、同じ意味でありながらいくつか異なるフィッシャー投影式が得られる。最初に分子を置く方向を投影する方向を軸に、 して180度回転させると、フィッシャー投影式も180度回転した形になる。また、分子を置いた後に不正炭素と一つの置換器の結合を120度回転させると、フィッシャー投影式は回転軸になった置換器の位置をそのままとして、残り三つの置換器の位置がすべて元と違うように入れ替えたものとなる。これらのフィッシャー投影式はすべて同じ立体配座を意味する。 逆に、フィッシャー投影式を90度回転させたり、2つの置換器を入れ替えたりした場合、そのフィッシャー投影式は、その不正炭素について、逆の絶対立体配置を持つ化合物を示す。複数の不正炭素を持つ化合物については、それぞれの不正炭素についてこの手続きを行い、矛盾がないようにそれらをつなぎ合わせることで、フィッシャー投影式を構築する。なお、 初めてフィッシャーが、東類の立体配置を示した当時には、絶対立体配置を知る方法は存在しなかった。そのため、フィッシャーは可能性のある2つの配置のうちの片方を便宜的に採用した。1951年にヨハネス・バイフットが、X 線結晶構造解析によって、この、フィッシャーの選択が正しかったことを示した。ありがとうございます。